そもそもラジオ。この番組は転職の思考法、天才を殺す凡人、これからの生き方の著者である北野由がお送りするラジオ番組になっています。今日は矢沢永吉の名言から見るダサいってなんだろう、ダサいは実はチャンスかもしれないという話をしたいなというふうに思っています。この番組ですね、聞けば、今ですね、挑戦している人とか、何か頑張ってる人が、ちょっとでも、こう、明日からも頑張ろうかなっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなと思って、この話をしたいなっていうふうに思っています。僕はですね、結構これまでの人生の中でも、割とですね、うわ、ダサいなとか、なんでそんなことやってんのとか、なんでそんなもったいないことするのとか、かなりたくさん言われてきた方だなって自分では思っていて、で、今でこそね、なんかこう、なんていうかな、王道行ってますねとかって言ってもらえる時とかあるんですけど、いや、そんなこと全然なくて、これまでの人生でもむしろどっちかといえば本当にバカにされることとか、笑われることとか、恥ずかしいなって思うこととかってたくさんあったので、そういう経験を踏まえてこの話をできたらなというふうに思っています。お楽しみください。はい、ということでですね、そもそもラジオ始まったんですが、僕がですね、すごい好きな言葉の一つに、矢沢永吉さんの言葉がありまして、これをまずですね、シェアさせていただけたらなというふうに思ってます。で、その言葉はですね、ダサいって言われることがあるとしますよね。でも本人が、ダサいって何？俺はこれをしたいんだよって言いながら、ダサいってことを貫いて貫いて貫いたら、これかっこよくなっちゃいますよねっていう言葉があって、これね、僕、初めて聞いたときに、いや、ほんとそうだなって思ったんですよね。いや、矢沢永吉さんってね、僕らの世代からすると結構年齢がね、上で、なんでこんな熱狂的に支持されていらっしゃるんだろうなってわかんない面もあるじゃないですか、正直。で、僕はこのセリフ聞いたときに、わ、すごい真実だし、いろんな人をこう勇気づける言葉だなっていうふうに思ったんですね。いろいろですね、この言葉にインスピレーションを受けて矢沢さんのね、経歴とかを調べたらですね、矢沢さんって本当スターだと思うんですけど、一時期自分がですね、一番信頼した、右腕みたいな人がですね、勝手に、お金を横領していて、で、数十億とかの借金をですね、ある日突然、負わされたみたいなことがあって、で、死のうかっていうのも悩んだらしいんですけど、でも、絶対に返すって言って、その借金を、右腕一本でですね、返していったらしいんですよね。で、そういうエピソードとかを多分、矢沢永吉さん世代の人は見ていて、戦ってる姿を見てるんで、あれだけですね、いわゆるカリスマみたいな形になってるのかなっていうふうに思って、で、まさにですね、生き方そのものが、かっこいいというか、だから、あれだけですね、歌にも魂が乗るし、熱狂的にファンを得てるんだなっていうふうに僕は思ったんですね。で、最近で言うとね、例えば僕がこれに近いなっていうふうに思うのが、前澤さんのね、ZOZO の前澤さんのお金配りおじさん問題みたいなのがありますよね。お金を配られていて、それに対して賛否両論がものすごく沸き起こってるっていう。で、正直皆さんどう思われましたか？で、僕もですね、最初の方は、わ、ちょっと品がないなっていうふうに、ぶっちゃけ思ったんですよね。だけど最近になってこうね、多くの人もそうかもしれないですけど、1周とか2周ぐらい回って、いやー、これすごいな、やっぱり前澤さんって、本当に天才なのかなって僕はすごく思ったんですよね。でね、ある人がですね、教えてくれたんですけど、前澤さんのお金配りの問題って、大きく2つの考え方があるらしくて、1つがですね、めちゃくちゃ合理的で頭がいいっていう答え。で、もう一つがですね、やっぱり美学がないというか、いけてない、ダサいみたいな、そういう意見があるらしいんですね。お金でフォロワーを買うなんてっていう話があって。で、僕は両方すごくわかるなっていうふうに思うんですけど、でもこの二つがですね、すごい長い目で見ると一致する可能性もゼロではないなっていうふうに思ったんですよ。一致するというか、こう、クロスにですね、こうぶつかるみたいなイメージもあるのかなっていうふうに思ったんですね。まず、合理的であるっていう観点で言うと、確かにですね、フォロワー1000万人に対して広報とか PR できる権利って、広告換算で言うと凄まじいですね、影響力がありますよね。今、日本って3000万世帯ぐらいって言われてると思うんですけど、そうすると視聴率換算で言うと3%ぐらい、900万人ぐらいの人に対して PR とか広報できる権利を恒常的に買ったっていう意味で言うと、
広告算算で考えると相当ですね、バリューが高いというか価値が高いですよね。しかも、前澤さんもね、YouTube の動画でおっしゃっていたんですが、やっぱ事業作りっていうのは基本的には誰かにありがとうって言われることだと思うので、そのありがとうって言われるためには、やっぱり多くの人が何に困ってるのかっていうのを理解しなければいけないと。で、前澤さんがね、やられてるお金配りの中でも、まあどういうことに困ってますかみたいなアンケートをやられたりすると思うんですけど、それによって事業作りのヒントを見つけられるっていう点においては、まあ、確かに事業家とか経営者としては、なんか僕は投資対効果1超える可能性もあるなっていうふうに冷静に思うんですね。一方で、もう一つの考え方っていうものは、やっぱり芸術家とかアーティスト的な考え方だなと思っていて、お金を配ってフォロワーを買うっていうものは、やっぱりなんかこう、美学的にね、反するとか、自分は受け入れられないっていう意味で、嫌いっていう答えもあったりしていて、で、それはね、それで一つの考え方とか好き嫌いとして成り立つのかなっていうふうに思うんですね。だからですね、前澤さんのことを評価する人と今評価していない人っていうのは、やっぱり事業家として投資の方法としてお金の使い方がいいと思うかどうかっていうのと、そのフォロワーとか、影響力っていうものをお金で買うことに対して、ポジティブかネガティブかっていう価値観っていう二つのですね、論点が交わってるなって僕はいつも思うんですね。で、ただですね、最近思うのは、その前澤さんも、やっぱりずっと続けられて、今もね、ずっとお金を配られてると思うんですけど、もう次第にみんな、あ、これがスタイルなんだなとか、思い始めてきている気がしていて、これってね、まさに、さっき一番最初に言った、ダサいって何なの？っていうこととちょっと似てるなと思っていて、まあどうせね、多分前澤さんの考えで言うと、お金なんて、まあ今ね、山ほど多分持たれてると思うんで、持ってても死ぬ時には、まあ意味がないし、それだったら自分がワクワクすることとか、やってみたいこと、社会実験みたいなことをやって、しかも、まあ将来的にお金で回収できるっていう方法が、より面白いんじゃないかと思って、それを多分行動し続けてると思うんですよね。ということはですよ、やっぱり、ダサいっていうものと、そのダサいの先に、にあるかっこよさっていうものは、やっぱ結構紙一重なんだなっていうことが、今僕たちこの時代に生きてる人でもわかるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。じゃあ、何がダサいって言われるものと、そうじゃないものなのか、その違いは何なのかっていうと、僕はですね、やっぱ3つあるなと思っていて、1つが、明確に他者ではなく自分の価値観があること。で、前田さんの例であれば、このお金を配る、お金は使えば使うほどお金は増えるっていう価値観だと思うんですね。で、二つ目が行動し続けることだと思うんですよ。で、もしも前澤さんがお金を配ってね、で、途中で反論が来て、周りからの批判が来て、あ、じゃあやめます。すいません、お金や配るのやめますって言ったら、多分ですね、それはそれで、かっこよくなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あれを続けてるからこそ、まあ、かっこいいっていうふうに言う人も出始めてきてるのかなっていうふうに思うんですよね。で、最後三つ目が、やっぱり市場にさらされ続けているっていうのは結構でかいなと思っていて、自分の価値観に基づいて行動し続けるっていうだけであれば、例えばですけど、家にこもってですね、コツ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 勉強をもう5年、10年医学部に行きたいって言って、まあ、勉強してるけどなかなか受からないっていうのも、まあ、そうだと思うんですよね。でもやっぱりですね、すでに市場にさらされて、自分がですね、四方八方から攻撃を受けるかもしれない。その中でも行動し続けている。その姿がかっこいいっていうふうに言われるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。これはまさに K-1 ファイターとかのね、姿もそうだと思うんですよ。だからトレーニングするっていう姿なのかなっていうふうに思っていました。はい。ということで、そもそもラジオなんですが、今日はダサいをかっこいいに変える3つのポイントという話をしました。ちょっとコンセプチュアルなお話だったんですが、面白かったでしょうか？面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。で、僕もですね、今まさに挑戦し続けているし、今の自分で満足する気っていうのは全然ないので、一緒にですね、この時代を作っていけたらなというふうに思っています。はい。ということで、そもそもラジオ、これからもですね、こういうふうにビジネスの話を10分で楽しめる番組を、配信していきたいなというふうに思っています。以上、北野ゆいがでした。さようなら。